皆さんこんにちは。フットワークセンターの久村です。今回は、毛引きの使い方で、線の引き方までやっていきます。じゃあ早速やっていきましょう。そしたら今回、使う道具ですね。まずは、このちっちゃい差し金、あとは150の平定規で、毛引きですね。で、前回墨付けした、材料、今回はこれらを使って、毛引き墨を引いていきます。それでは、毛引きの種類ですね、まあ有名どころでいうと大きく分けて2つあります。1個は、この筋毛引きで、もう1個はこの釜毛引きという毛引きになります。で、何が違うのかというと、筋毛引きは1枚刃、釜毛引きは2枚刃になります。釜の方はそのホトズミが、一発で引けるような仕様になっている。で、まあ、大体建具屋さん、大工さんがよく使っている毛引きになると思います。家具屋は大体この筋毛引きを使います。で、筋毛引きは、右利き用と左利き用、これがありますので、買われるときに、注意が必要です。私右利きなんで今日はこれを使っていきます。使い方というか毛引きの特徴ですね。まずはこの竿って言われるとこと台座って言われてるとこがあって、要はここの距離で、その幅の線を引けるような道具になります。とても便利です。これがないと仕事ができないぐらいよく使いますね。はい。持ち方、まず皆さんの手をピースにしていただいて、そこにこの竿を挟んでいく。これが基本的な持ち方になりますね。でこう持ったら、あとは必要な寸法、これを固定しなきゃいけません。なので、使うのはこのちっちゃい差し金、これがあると非常に便利です。今回はテキストで20ミリという指定がありますんで、ここの距離を20ミリでセットしていきます。で、セット方法はまあこういった感じで持って、まずこの定規を台に当てていく。で、刃先を20ミリにセットします。この時に、刃先に定規を当てないようにしてください。で、大体の位置が出たらまず仮止めします。ここでギュッと締めちゃうと微調整ができなくなるので、軽くまず締める。で、もう一回当てる。で、今現状だと私のは20より少しでかいので、ここから微調整をしていきます。で、今ちょっと大きいんで小さくしなきゃいけない。その時は竿の頭、ここを軽く叩く。こういう感じ、大体これでも決まりました。決まったら、台座が動かないようにしっかり締めましょう。で、逆にですね、ここが短かったら竿のこの先をこう叩いて微調整していきます。じゃあ実際に引いていきましょう。まずはですね、
テキストに、指示があります。まあ、第一基準面を必ず上場に持っていきましょう。で、引く箇所は、この線から線まで、なのでこの上場から20ですね、ここにこう線を引いていくと。じゃあ早速やっていきます。で、毛引き使うときは、この台の上でこう引いてしまうと、まあ、手がこう当たって非常に引きづらいんで、必ず端っこに持っていって、こうこんな感じで引くように、こっちの方がやりやすいですね。じゃあ早速やっていきます。はい、これで引けました。じゃあ反対側も引いていきます。これで、第一基準面を上場、上場から20のとこに線が引けました。で、毛引きを引くときの注意点ですね、これは白垣でも、お伝えしましたけども、力を入れすぎないことがやはりポイントになります。で、力をグッと入れて引くんではなく、なぞるように回数を重ねていけば、おのずと深い毛引き済みになりますんで、一気に引こうとしないっていうことですね。まあ、何回かに分けてこう引いていくというのがポイントです。あとは、ここが基準面になりますね、毛引きの。ここに材料をしっかり、当てるということです。あるあるなのが、こう台が動いちゃう。これよくあることなんで、しっかりこうピタッとくっつけて、この状態で引いていくのがポイントになります。で、あとは、この線から線までというところで、この毛引きの刃先がどこにあるのかっていうのが最初つかみづらいと思いますけども、上から見るときに刃のこの上ですね、ここの真下に刃先がある。なのでそれをイメージしてこう引いていくといいかもしれないです。刃先はここの真下にある。なので、いきなりですね、線を狙わない方がいいですね。大体の位置からまず引いてみる。見えないかもしれないけど、まだここの線に届いてないんで、徐々に寄せていきましょう。はい、これで届いた。たらこの力入れずにスーッと。で、最後も一緒です。線まで来てなかったらちょっとずつ寄せていきましょう。これでぴったりここからここまで、毛引きの隅が引くことができました。で、力を入れちゃうと、かなり深い傷になっちゃうんで、やはり白垣と同じで、力を、抜いて引くことがポイントです。はい、以上が毛引きの使い方と、毛引きの線の引き方になります。で、次回はですね、今度ノコギリですね。
この練習、そして実際に背を狙って引くやり方、これをやっていきましょう。じゃあまた次回お会いしましょう。次は線の左側